はい、テニスファナティックスの小村です。今日の動画はですね、テニスファナティックスお悩み相談所ということでですね、皆さんから寄せていただいたお悩み事をですね、ちょっと一つ一つ解決していこうというコーナーになっています。で、今日早速来ていただいているのが、安藤さんと小川さんになります。で、今日いただいたお悩みというのがですね、ストロークを安定させたいということだったので、そこですね、ショットの精度を上げるためにどういうことを気をつければいいかっていうところを中心にやっていきたいなというふうに思っています。はい、じゃ早速やっていきたいと思いますけれども、安藤さんはもうテニス歴30年ほどあられるということだったんで、かなりあれですね。おばさんテニス何年ぐらいですか？20年ぐらいですね。もうかなりもうお二人ともベテランなので、まあ、基本的な部分っていうのは、まあ、おそらくしっかりできていらっしゃるんじゃないかなということで、ですね、開式って言葉はご存知ですか？開式。あの、下の意識って書いて開式。無意識とは違うんですけど、開式。あの、開式って何かっていうと、例えば、ちっちゃかった頃に自転車乗る練習とかすごいしたじゃないですか。補助輪を外して。で、最初は自転車乗れるように一生懸命練習して、ああでもない、こうでもないってやりますけど、一回乗れたら意識しなくても乗れますよね。運転できますよね。で、もう忘れないじゃないですか。でも、無意識に自転車って運転しなくて、運転するって意識のもと、意識せずに運転できるっていう、それが開式なんですね。テニスも一緒で、例えばストロークを打つにしても、例えば最初は打点をどこにするかとか、ラケットのどこに当たってるかとか、スイングどうする、テイクバックどうするっていろいろ意識するんですけど、そのうち意識しなくても自然にこう振れるように、そういうふうに意識しなくても自分の打点はここだし、こうフォロースルーすればフォローが飛んでいくっていうのが分かる状態にするために練習っていうのがあると僕は思ってます。だからそれを早く見つけるためにどうすればいいかというふうにしていきたいと思ってます。はい。で、最初は早速、球出しの方から始めさせていただきたいんですけれども、ただ単にボール打つだけじゃなくて、こう、打つコースっていうのをしっかり意識するために的を置きます。まあ、これはね、よくスクールなんかでよくやりますけれども、ターゲットを置いて、そのターゲットに向かってしっかりこうコントロールするっていうところからまずやっていきましょう。はい、じゃあ始めていきます。お願いします。はい、じゃあ4球でいきます。はい、ストレート、ストレート。はい、ストレート。ピッチします。うわ。次また同じことやります。同じことやるんですけど、全く同じだと芸ができるんですよね。今やっていただいた通り、なかなかこう狙っているつもりでもなかなか狙い通りにいかない。なんでかって考えたときに、やっぱり打点がずれてるんです。自分としては同じところで捉えようとしているつもりなんだけれども、やっぱり多少ずれる。まあ、クレーコートってこともありますけど、やっぱりずれてる。つまり次はいかに打点を安定させるかだけを、そこだけにフォーカスします。いろんなことを同時にできないから打点だけにフォーカスして、何をやるか、打つ瞬間に打点って自分でつぶやいてください。打点、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 自分で言いながら言いながら打点を強く意識してください。で、人間って結構暗示にかかりやすいんです。で、自分が打点、打点って言い続けると自分自身に意識が芽生えて、ここにすごいフォーカスする力が芽生えるんです。だから打点、打点、大きくなくていいですけど自分でつぶやくぐらいで打点、打点っていうのを言いながら同じことやってます。どれだけ変わるかちょっと時間します。いきますよ。同じに打点、打つ瞬間に打点、はい、打つ瞬間に打点、打つ瞬間に打点、はい、確かに全部入った。打つ瞬間に打点、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 はい、打点、打点、
が違う。すいません。そう。あ、惜しかった。打球の音が違いますよ。ちゃんと捉えて。すいません。そう。よいしょ。すいません。OK。すいません。OK。すいません。OK。どうだい？はい。すみません。すみません。打点というものを意識できたと思います。する前とした後でのどれだけ違いがあるかっていうのは実感されたと思います。次はもっとさらに強烈に打点を意識しないといけない状況を無理やり作ります。はい、次はですね、後ろから球を出します。はい、後ろから出します。で、前から来たボールっていうのは反発するんで当てるだけでも返るんです。だけど後ろから来たボールは自分でしっかり捉えないと飛ばないんです。確かにネットかかっちゃう。アウトしてもいいぐらいですけど、後ろから来たボールをしっかり捉えてスイングする。で、しっかりできた時っていうのはフィニッシュがすごいかっこいいんです。だから、なんていうの、当たる瞬間の意識がだん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 もう手と同じ感覚になってきて、最後フィニッシュに向けて手の延長線上にだんだん近づくんです。ラケットがラケットにボールが当たる瞬間っていうのはいわゆる1000分の3秒とか1000分の4秒っていうほんの一瞬なんです。ほんの一瞬でそこでもう変な小細工とかできないんですけれども、でもやっぱその瞬間に変にこねてこうなったりするともうとんでもないことが飛んでくるんです。その1000分の4秒のこの一瞬をいかに集中して最後このフェイスがラケットフェイスが手と同じような感覚で捉えて前に押せるかっていうのを強烈に意識してする練習をします。はいはいはい、はい、高校ですね。はい、はい、はい、打点、はい、はい、打点、打点言いながら打点、はい、5打点、はい、6打点、はい、7打点、8打点、はい、9はい、ラスト。さっきとまた違った難しさがあると思います。これは本当に打点を強烈に意識しないといけない。いきます。はい。1球目。打点。はい。2球目。打点。3球目。打点。4球目。打点。はい、5球目。打点。はい、6球目。打点。7球目。打点。8球目。打点。9球目。打点。ラスト。打点。終わりでしょ。今のタイムはですね。うん。はい。で難しいですね。なんかちゃんと書きます。はい。打点。はい。コントロールして。打点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 。ロケ。打点。はい。キー。打点。8。打点。はい、9。打点。はい、ラスト何勝。打点。オッケーオッケーオッケー、これでしょう。いきます。1球目。打点。はい。打点。はい。3。はい。4。5。はい、オッケー。よいしょ。打点。打点。はい。で、今までは球出し中心にやってきました。で、次は 2-1 のストロークをやりたいと思います。はい。で、今までの球出しで
いかに打点に集中するかっていうことが大事で、しかも難しいってことが多分実感されたと思うんですね。やっぱりどうしてもずれます。特にこうね、クレーコートみたいにイレギュラーバウンドするところでは、まあどんだけ集中しててもずれることもあります。その時にも何とかしなきゃいけない。もちろん打点を取られれば一番だけれども、多少ずれてもいいように今度また脳を騙します。何を言うか、今までは打点打点打点って言いました。次は言葉変えます。ノーミスノーミスノーミス、絶対にミスしないっていう気持ちで、多少ずれてもそれでもミスをしない、相手に打たせるっていうような、ちょっと泥臭いんですけど、そういった感じで今度1の方は絶対ノーミス、もちろん2の方もノーミス、絶対ミス。あの21の一番いいところは1の練習だけじゃなくて、2の方が実はミスすると1の練習にならないから集中するんです。2の方の練習にもすごく良くなるので、はい、お互いノーミス、ここはエースを取るよりかはミスをしない、ちゃんとコントロールをする、ノーミスっていうところを意識しちゃいます。はい、はい、じゃあやってみましょう。ノーミス、ごめんなさい、1回目のテニスファナティックスお悩み相談所は、ストロークを安定させるためのレッスンをやってみました。やっぱり一番最初にあのコースだけを意識するっていうのももちろん大事なんですけれども、それだけじゃなくって、やっぱ打点にいかに集中するかっていうのがどれだけ大切で、どれだけ効果があるかっていうのを実感いただけたと思いますし、やっぱその分やっぱ難しいってことも
く時間いただけると思います。で、やっぱりこう試合なんかで使えるようにするためには、一番最初に申し上げた意識、意識、意識、意識で意識して回意識の状態を持ってくるまでとにかく繰り返す。これはちょっと地道な作業になるかもしれないですけれども、それができた暁にはショットの精度が格段と変わるので、ぜひちょっと継続してやってみてください。はい、はいはい、というわけで、テニスファナティックスではこういった形でですね、プライベートレッスン形式で皆さんのお悩みを解決していきたいと思いますので、ぜひですね、振るって、お申し込みいただきたいんですけれども、概要欄の方にですね、お申し込みのリンク先を貼っておきますので、こちらの方からですね、ぜひお申し込みいただければと思います。ありがとうございました。